はい、どうもこんにちは、ふふるるきです。本日はですね、ご報告がありまして、このような動画をね、撮影しております。ご報告何かって言いますと、このね、今私が座っているこの空間ですね、ここ植物のために部屋を借りました。はい、ということでですね、以前からよくライブ配信とか、ブログではもうすでにちょっと言ってるんですけども、植物を育てるための部屋を借りますというね、お話ですね。本日はそのね、スタートのね、動画として今回撮っていきたいなと思います。何をするかと言いますと、今回はですね、触り的なところなんですけども、やっていきましょうって感じですね。はい。で、この部屋で今後何をしていくかというところなんですけども、まずね、ビカクシダを育てるための壁を作ります。はい。壁ですね。ビカ壁。私、テレビの、自宅のリビングのところにテレビがありまして、テレビの上がね、大変な状態にはなってるんですけども、そこをちょっとね、派生させて、この部屋で、もうビカクシダだけのね、壁を作ってみようかなと思って、今回はここでまた再スタートを切れればなと思っております。私の園芸生活というか、インドアホビーズというブログを始めてからですね、ブログを始めたのが個人的には自分のインドアホビーズとしての第一章だったんですけども、そこで去年ぐらいから YouTube というものを始めて、それが第二章スタートしました。ここからですね、インドアホビーズってものが一人歩きしてるところもあるんですけども、私はここからですね、植物の育てるためのね、部屋を借りるということで、これ第3章なのかなっていうのは今ちょっと思ってます。これ余談の話で、まずね、ビカクシダを育てる空間を作りますということですね。はい。で、そこで何をしていくかというところなんですけども、変わらずですね、植物を育てていく、これだけですね。はい。なんとこれだけなんですよね。はい。早速ちょっともう時間もね、かけられているということで、部屋作っていきたいと思います。はい。植物をね、好きになりすぎた男の末路ということで、お楽しみいただければなと思います。はい。植物を好きになりすぎた男の末路、部屋を借りる。末路じゃないね、これね、まだね。きっとまだこの先はあると思うんですが、ホップ、ステップのホップぐらいの感覚でジャンプしていきたいかなと思います。ちょっとね、すでにもう荷物の運搬で炊き痩せ状態なんですが、前髪が大変なことなんじゃないかな。はい。じゃあ、ちょっと眼鏡めっちゃ光っていきたいと思います。はい、どうもこんにちは、フルゲスということで、やっとですね、植物部屋作りですね、やっちゃいきたいと思います。どうぞやっていきましょう。この孤独な背中応援してください。はい、よろしくお願いいたします。ということでね、今回杉の角材を使ってまずビカクラップを作っていくわけですが、ガシガシとやっていくわけですね。これ一人でずっと作業してるので、結構大物作るときは大変ですね。はい。で、今回は室内の作業だったので、電ノコとかインパクトドライバーは使わずにですね、やっていきたいと、静かにねやっていきたいと思います。はい。本来であればね、つっかい材とかそういうのを使ってやった方が強度的には出ると思うんですが、何分ね、大量に木材運ぶと重たくて大変なので、今回はね、大量に買える杉の角材をね、もうボボボって買ってきました。はい。はい、今途中経過なんですけど、今回は杉の木を買ってきて、杉のたるきみたいな角材、三角形の角材を買ってきて、それを組んでビカクラックを作ろうかなと思っている次第です。行き当たりばったりで作ってるので失敗がね、あると思うんですが、そこもね、勉強します。はい、ということで作っていきます。はい、ということでね、ノーマップ Yes DIY、設計図のないやっつけ DIY ということで今回やってまいりますが、こうやってね、ちゃんと筋とか入れてあげればね、 TTT って感じでこうやって木も入れてあげれば、強度的にはね、横揺れもしなくなりますので、なんとかなるんじゃないかと思います。これからね、これをメッシュパネルをつけるための枠をちょっとね、増やしていきました。今回はね、ほんとこれやった次の日は筋肉痛でしたね。今ここまで1日の午前中だけで作業をしてるので、超トップスピードでの作業ですね。はい。はい、ひとまずですね、ワイヤーメッシュ、これコンクリとかそういうのの中に入れて、骨組みみたいなやつをここに設置しました。これね、一応非常に丈夫には作っているつもりなので、重たいビカクシダをここにかけても倒れてくるだとか、そういう心配は今のところないかなと思います。では続きいきましょう。はい、どんどんサクサクいきますよ。これね、2、3時間はかかってるんですけども、今2、3分に動画をカット、しかも早送りでしましたので、流してくな感じでご覧いただければと思います。よろしくお願いいたします。ということでね、この箱ごとね、天井に突っ張るような形で、このもう地震対策ですね。やっぱりビカクシダとか結構かかると重いし、万が一倒れるっていうのを考えると、もう身の毛の色だとさ、もうとんでもないことになってきますので、本当地震対策っていうのはしっかりやった方がいいのかなと思いますね。はい。
それから室内管理をしていくのであるから、まあ、台風とかそういったことの、まあ、対策はしなくていいっていうのは非常にね、今回、まあ、今このアフレコをつけているその日って実は今日台風が来てるんですけども、まあ、ビガクシダを室内に避難したりだとか温室にぶち込んだりだとかそういった作業を、ね、しなくていいっていうのはね、まあ、本当これ作って今よかったなと思いますね。まあ、結構お金自体はかかるんですけども、うん、これがねもう趣味のね、まあ、行き着いたところっていうのもあるんじゃないのかなと思いますね、まあ、やれるだけもうやりすぎなぐらいやった方が絶対楽しいと、うん、勝手に思っておりますからね。はい、どんどんやっていきます。ここではね今天井からメタルハラライドを吊るすための枠をね作ってます。メタハラのそのリフテレクター自体がすっごい重いのでもう強度をねどうにか出すかっていうのでね頑張りました。はい、結果的にですねこの角材だけではなく最終的にその枠のところにステンレスパイプを通してメタハラを吊っているので、まあ、そちらのね映像とかはライブ配信とかでありますのでぜひご覧ください。なんか喋ってますね。はい、そう木がねどうしてもやっぱたわんじゃったんですよ木材だけだと。なのでステンレスパイプとか、まあ、熱対策でやった方がいいですよってお声もいただいたのでステンレスパイプにね変更しました。はい、ということでねメタルハラドイドランプっていうの私自身使うのが初めてで、まあ、正直どうやったらいいのかっていうのも分かんなくてその、まあ、お店だとかに聞いてこうやって使うんですよみたいな話も聞いたんですけども、まあ、緊張しますね。 LED と違ってねもうまず重いし電気代もめっちゃかかるっていうことはね知ってたんですけども、ちょっとね恐れみたいな感じでね恐れ多いちょっと照明なんですよ。まあ、これでビカクシダがねめちゃくちゃ元気に育ててくれるっていうんだったらまあありがたい話ですね。はい、はい、ということで今日はねここまで一応できました。メタハラをついにねここに引っ掛けることができました。でメタハラってかなり重たくてなんかたわんじゃったりしたんでかなり補強は入れたつもりでほんと行き当たりばったりで作ってたところもあるのでこうついてるしね、まあ、さらにね、まあ、地震対策だとかそういったこともしてこのペアを完成させていきたいと思います。はい、ということで今回はですね無事にメタハラ照明を設置することができました。すでにこれ超暑いな、なんか太陽がここにあるみたいな感じでこれね一応排気は常にしてるんですけどまああんま強くないんでちょっと様子見ながらですね今 50% の力でやっててもっと弱くてもいいぐらいの感じなんですけどかなり眩しい、うん、すごいなという状態です。これからねちょっとここにビカクシダ置いていきたいと思います。はい、ということで本日はねご視聴いただきどうもありがとうございましたっていう感じで、まあ、この部屋にはねメタハラだけじゃなくもちろん LED で栽培するスペースもね作っていきます。この横のところ、あ、下か棚板のところも作っていってここではね水やりできるスペースを作る予定です。まあ、その動画もねもうすでにライブ配信では配信しておりますのでぜひこちらの概要欄にリンク貼っておきますのでご覧いただけると嬉しいです。はい、で部屋丸ごとねこうやって木の枠を組んでもう横揺れも何もしないだろうっていうような感じでね耐震対策は最終的に施した感じですね。ここに枠貼ってんだけどほんとこれ意味ないただの飾りです。はいはい、で結局ねもう最終的に撮影ほったらかしでもう入れる作業してしまった結果ねもうこんな感じなんですけども、まあ、無事に植物部屋の方ねある程度形になってまいりました。もともとね植物部屋動画ね結構出そうかなって思ってたんですけども、まあ、作成動画そんな出してもしょうがないなと思ったんでもうね栽培動画の方を今後投稿してまいりますのでまあね変わらないですね。はい、インドアホビーズ第3章だとしても特に変わらずですね、まあ、植物の映像ばっかを流していくっていうねでただそれにお話ししていくっていうような流れになってきますので、まあ、今後もね変わらずご視聴していただけると嬉しいです。はい、ということで本日もご視聴いただきどうもありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。はい。